一応これは、3種類ほどの土をブレンドして作っています。黒で、黄で、あと歪みを少しなくすために一応半磁器も少し混ぜています。それで一応この色が出てるんですけども、デザインとしては六角で、竜をモチーフにしたものです。それでこの正面に書かれている、文字なんですけども、一応これで一文字ということで、アメー辺に口が3つ、それに下には竜という字が書かれているんですけども、竜は、水の神様であるとかそういうことが言われることが多いの でこの漢字の意味も、アメを司る、要はコントロールするという意味で、盆栽にの木にとして使うにも非常に面白いんではないかということで、そういうモチーフを使ってこの鉢を、作ってみました。この鉢もこれから形が完成して焼く前のものなんですけども、今回チャレンジしてみたのは、上が朱泥で下が黒泥で、普通釉薬物で色分けされているパターンというのは多少あるんですけども、無釉薬、要は泥鉢でツートーンカラーっていうのを表現したくて、非常に難しかったんですけども、ちょっとチャレンジをしてみました。それで、この部分にはちょっとアクセントとして、象眼、表はフラットなんですけども、ちょっと色の違う、模様をここに入れてみました。それで土も、シルクのを通すことによって、大きな砂であるとかそういうようなものを取り除いて、できるだけ滑らかで、柔らかい細かな土目、きれいな表面が出るような土目を得たいために、シルクの布で土を一度こしてから、それを、練って使いました。